さあ、51番の問題を読みましょう。少し難しい字が出てますね。読めますか？短い文ですが、かなり難しい字が出ております。さあ、読みましょう。はい。努力の結果が試験で試される。皆さんも学校でよく試験がありますね。怠けているとき、あまり良い点が取れませんね。それから漢字の テストの時でも、あ、大体覚えていくわと思ってほとんど練習していかないとひどい間違いがある時があるでしょう。そのようにね、毎日コツコツと努力を重ねていかないと勉強の方はしっかりした力がつきません。で、この51番でよく間違う字が4つあります。それでよく間違う字とその間違う場所を確かめておきましょうね。まず努力の動です。女書いてよくこういう字を書く子がおるんです。努力の動ね、どこが狂っているか分かりますか？女の辺にカタカナのヌーと似た字、またという字ですね。漢字で言えば女辺にまたを書きましょう。まあ、これがカタカナのヌーの元になっているんですよね。ヌー、ここのヌーよく似てるでしょ。それからひらがなのヌーはね、この女辺のこの女という字はこう続けて書くとこういう字になるでしょう。そしてこう目みたいに見えますね。女という字、目とも読みますが、そしてこちらへクリッと股の方へ曲げてきて、キュッとこうここ曲がクリッと曲げると、これひらがなのぬになるんですね。ぬという字はカタカナ、ひらがな、いずれもこの字から出てきました。別な読み方はこれ奴隷の道と読むんですね。さあ、この努力の道が、ほら、ここが間違っている、これに気がつきましたね。あとは同じです。この下に女辺にまた書いて、そして力、カタカナのカーという字を入れると努力の道になります。それからやや間違いやすい字はね、結果のカーなんです。どこか言うとね、よくこういう字を書く子いるんですよ。ひー書いてね、いや、ごめんなさい、ひーでなしにね、田んぼのたーを書いてね、こう田んぼのたー書いて、田んぼの下にこう木をひっつける子がいるんです。形としては似ているんですけど、書き方が全然間違ってます。正しい書き方覚えておいてくださいね。ひー一棒、ひー一棒、またはひーと十書いて、それから脳に払いですね。これが結果のかですね。果物の果とも言います。これに物を入れると果物という字になりますね。これが一つ。だからここは必ず継ぎ足すんですね。ここはつなぐ、上から下へシュッとこうつなぐいうことを忘れないでください。その次がよく間違う字はこの字ですね。この試験の C と試験の件ですね。まず試験の C に、気をつけてください。これのよく間違う書き方はこうです。ごんべんは正しく書けるんですが、次にね、1書いて、A 書いて、こういう順番に書くんですよ。それから斜めに来て跳ね上げて、次に矛作りにしちゃう子が多いんです。矛作りはダメですよ。ここは式構えといってね、ごんべんに1書いて、A 書く、そして次は滑っていくように書いて、上へ跳ね上げて点を打つ、この形のところを式構えと言います。これ式構えね。矛作りというのは式構えのところにこの脳、刀がスッと入ったようなのが矛構えですね。これを間違えないでください。それとその次に試験の件です。これは大人の人でもたくさんの人は間違います。しっかり見ておいてくださいね。どこが違うか。はい、正しくない間違った書き方の字をまず書いてみましょう。これは合っているんですね。これも合っているんです。上はちゃんと塞がって、
一口、ここまで合ってます。次の書き方が間違うんです。こうして間違ったのはこれです。この前皆さんに言いましたね、使うという字になったらこれがいいんですけれど、この試験の剣は必ずここの真ん中から分けてください。ちょうど人が調べるんですから、ここ人という字に書いてくださいね。正しい字を書きますよ。一口、それを人が調べますから、必ずこう人、ここです。決してこう掛け算の印のように交わらないようにしてください。この交わる字と交わらない字が使うという字ね、その使い分けと、それからよく間違うんですが、またいつか教えてあげたいんですが、ちょっと今覚えておいてください。便利の便字ね、お便所の便、お便りの頼りのいう字、これがよく間違う。よく間違うのはね、こう書く人がおるんです。これは大人の人でもよく間違いますよ。よそのビルディングが入ると便所いうのをこんな字書いてるのありますが、これはダメです。必ずこの便所の便は、今度は使うという字と同じように、お便所を使うはこう交わるんだよというふうに覚えておいてくださいね。はい、そういうことをきちっと覚えた上で、次の努力の結果が試験で試されるというひらがな文をこの漢字混じり文に直してもらいます。ここに試験の詩が試されるという読み方が書いてありますね。これが訓読みです。送り仮名はさですよ、名ではありません。ためめされるとしてはダメです。ためさ、さから送り仮名を始めます。それではテープを一旦止めてみましょう。そして、漢字混じり文を書いてくださいね。じゃあストップ。